エルタエル、m 2 0 2 2 u u a v レーダーエルタシステムズは、レーダー、電子情報、通信情報、C4 アイスター、電子線、通信、自立型地上システム、サイバー製品を専門とする防衛製品とサービスを提供するイスラエルの供給者である。イスラエルエアロスペースインダストリーズの子会社であり、様々な分野に特化した。 イスラエルの主要な防衛電子機器企業の一つである。1967年に設立され、レビエ・シコルの産業分散政策の一環としてアシュドットに移転した。グループは電磁センサーやその他の先端技術に基づく製品を備えた防衛システムハウスの設計、製造を行っている。エルタの製品はアイスター、長方、監視、標的補足、偵察、 早期警戒、制御、国土安全保障、自己防衛、射撃統制、サイバー防衛などでの使用を想定して設計されている。エルタはカスタマーサービスとアフターサービス施設を含む世界的なマーケティングネットワークを運営している。エルタ L-M-2600 レーダー検出ポット防空海軍システムエルタはイスラエルを代表するレーダーハウスであり、 レーダーセンサーと技術をもとにした高度なシステムの設計、開発、生産センターである。同部門のシステムは画像情報活動、監視、偵察、防空、自衛、標的補足、火器管制などの用途向きに設計されている。エルタの画像情報活動及びレーダー部門はまた地上及び沿岸の国境保護システム、国境横断を保護するシステム、 民間航空機の自衛システム、テロ基盤や都市の緊急センターに焦点を当てた資銀と情報収集システムなど、いくつかの重要なアプリケーションのための国土、防衛方法を提供している。資銀といい、通信部門電磁センサーをもとにした高度な資銀と電子線、通信システムの設計、開発、生産センター。エルタ資銀と電子線、通信部門のシステムは、 秘密情報収集、自衛、電子戦、通信アプリケーション向けに設計されており、高度なデータリンクと通信衛星を含む、土地システム航空機搭載システム及び、レーダー部門航空機搭載システム及び、レーダー部門は、空中早期警報制御プログラムの設計、開発、統合、管理のためのシステムハウスである。科学技術部門、エルタ技術部門は、 最先端コア技術を開発し、小型化されたマイクロ波モジュール、アンテナ、送信機、信号処理装置などの各種アプリケーションに、不可欠なスーパーコンポーネントや、サブシステム、特殊自動試験装置などを、独立して製造する能力をエルタシステムズに提供している。また、当部門は、エルタシステムグループの製造、調達、物流センターを構成している。 マイクロ波部門マイクロ波伝送の隠しアプリケーションを扱っている。2018年の売上高は3億3780万ドルに達し、そのうち90%近くが世界50カ国以上の武装勢力に輸出され、10%が国内に販売された。エルタはイスラエル国防軍の主要サプライヤーである。2017年、エルタの北アメリカ部門は、 ドナルド・トランプ・アメリカが衆国大統領によるメキシコとの国境の壁の試作品を作るために50万ドルを受け取った。グループはイスラエル、ヨーロッパ、南アメリカにある子会社や関連会社の株式を保有している。エルタ・システムズは世界中の多数の多防衛関連企業との協業契約のパートナーであることが多い。また、準軍事市場や商業市場でも活躍している。 ありがとうございます。